ウクライナ軍は東部戦線のバフムートでロシア軍の攻撃に耐え忍び、反攻時期を待っているとの情報を入手したよ。おそらくこの4月が反攻開始時期となるんだろうな。ウクライナからすれば満を持したってわけだね。さて今回は、このバフムートでのウクライナ軍の攻防戦を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ東部戦線のドネツク州バフムートでは半年以上の月日をかける攻防戦が展開されており、攻勢に出ているロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊とロシア正規軍が少しずつ前進しているんだけど、ウクライナ軍の必死な抵抗によって、未だに制圧できない状況が続いているんだ。戦略的な戦い方と士気の高さによってなんとかロシア軍を押しとどめているんだね。このバフムートが西側諸国の軍関係者などの間では戦略的な価値はないとも言われており、ウクライナ軍は春の反転攻勢のためにバフムートを放棄して戦力を温存すべきと指摘されているくらいで、ウクライナ側はゼレンスキー大統領をはじめとしてバフムートを放棄することはないとして、死守することを宣言した上で撤退指示を出すどころか増援を送り込んでいるみたい。ネット上のコメントや SNS などへの投稿において、このバフムートをめぐる攻防戦を第二次世界大戦の際の独ソ戦において勝敗の分かれ目となった、スターリングラードの戦いと重なるという意見が出ているぜ。これは、1942年6月28日から1943年2月2日まで、攻め入ってきたドイツ軍とソビエト連邦領内のボルガ川西岸に広がる工業都市スターリングラードをめぐる戦闘のことで、ドイツ軍、ルーマニア軍、イタリア軍、ハンガリー軍、クロアチア軍からなる枢軸軍とソ連赤軍との戦いのことだな。スターリングラードを地形的観点で言うならば、ロシア南部の水運の要であるボルガ川がドン川に向かって最も西側に屈曲した地点にあり、ここを制圧することができればコーカサスや黒海、カスピ海とモスクワなど、ソ連中心部とつながる複数の陸路及び水路を遮断することが可能となる物資輸送上の要衝だからな。さらに経済的及び国防的に言うと、スターリングラードはソ連のイカ年計画において重点的にモデル都市として整備されてきたことから、国内屈指の製鉄工場や大砲などを製造している兵器工場やトラクター工場など、国家的にも重要な役割を担う大工場が多数存在する国内でも有数の工業都市だったもんね。そして、当時のソ連最高指導者であるヨシフ・スターリンの名を冠した都市であることからも、ソ連軍が簡単に退却することは許されず、熾烈な攻防戦が展開されて大量の戦死傷者が発生しており、計り知れない経済損失を出した攻防戦となったんだ。開戦当初はドイツ第6軍を主軸とする枢軸軍側が優勢に進め、スターリングラード市街地の 90% 以上を制圧したが、ソ連軍の大反攻によって枢軸軍を逆に包囲されてしまい、ドイツ第6軍司令部はスターリングラードからの撤退を進言したものの、ヒトラーからは死守するように命じられ、包囲された状態で補給もなく弾薬や食料が底をついたために最終的には降伏したぜ。この戦いが独ソ戦の勝敗の決定打となり、ドイツ軍以下の枢軸軍は劣勢になっていき、1943年9月には同盟国イタリアが無条件降伏して、1945年5月にドイツのベルリンが陥落してヨーロッパにおける大戦が終結する原因となり、第二次世界大戦のヨーロッパにおける決定的な転換点の一つとして歴史に刻まれているな。この戦いで両軍の死傷者数は枢軸軍が約85万人、ソ連軍が約120万人と言われており、両軍合わせて200万人にも上り、市街地が瓦礫の山となったスターリングラードの人口は開戦前約60万いたんだけど、戦いが終結した時点では約1万人にまで激減したとされ、第二次世界大戦最大の激戦として戦史において屈指の凄惨な攻防戦なんだ。一方で現在のバフムートはもともと攻撃を受けていたアズマ方面に加えて、北方面及び南方面のみ方向から包囲されつつも、西方面はウクライナ軍の支配地域とつながっているよ。バフムートについて軍事関係者間では戦略的価値がないとされていると冒頭で述べたけど、
ドネツク州における重要都市であるスラビャンスクやクラマトルスクにつながる幹線道路があることなどを理由に、統治の重要性を主張する軍事ジャーナリストもいるんだ。その内容としてバフムートはウクライナとロシアの両軍にとって戦略的に極めて重要な都市であり、首都キーウから東部に伸びる幹線道路は、ハルキウからこのバフムートを経て黒海にまで南下していて港湾都市マリウポリにつながるため、ウクライナ内陸部からクリミア半島に至る回廊に位置するバフムートは、まさに交通の要衝と言えると述べていたみたい。さらにロシア軍がバフムートを制圧することでマリウポリと兵站がつながることから、ロシア国内からバフムートを経由して黒海に出るルートが確保できることになり、クリミア半島の防御が強固になるため、ウクライナ軍にとってもバフムートの陥落は絶対に避けたいはずだと語っているね。これに付け加えるようにクリミア半島のロシア軍を攻撃するには、まず南部ヘルソン州の州都ヘルソンが拠点の候補となるが、ヘルソンの東側にあるドニプロ川のアントニフスキー橋などの架橋が全て通行不能となっているために、そこを戦車や榴弾砲などが溶かさせようとするとロシア軍の反撃に遭う可能性が高い。そして、クリミア半島奪還作戦を成功させるにはバフムートなど東部の要衝から供与されたレオパルト2による機甲部隊が出撃し、黒海沿いに進撃を続けてマリウポリなどを解放し、クリミア半島に総攻撃をかけるのが理想のシナリオだと言っていたが、これらの主張には大きく3つの間違いがあると指摘されているぜ。第一にロシア軍が占領しているザポリージャ州のマリウポリは黒海ではなく、アゾフ海の港湾都市であり、ロシア領のロストフナドヌからアゾフ海沿いにつながる幹線道路があるため、ロシア軍はバフムートを制圧できなかったとしてもマリウポリへの補給路は確保されていることだな。第二にバフムートからマリウポリへ進撃する間には、ロシア軍に占領されているドネツク州の州都ドネツクがあり、バフムートからマリウポリを目指すには、この大都市での市街戦が展開されることは避けられるものではなく、新たに編成した機甲部隊が消耗させられてしまう大きな障害となることだぜ。そして第三に、ウクライナ軍が陸路からクリミア半島を目指す際に、バフムートを奪われていたとしても自分の支配下にあるザポリージャ州の州都ザポリージャからドニプロ川に沿って南下して、同州のメリトポリを奪還することでアゾフ海までの道を確保することができ、ドネツク州方面のロシア軍部隊とヘルソン州のドニプロ川東岸に陣取るロシア軍部隊の連絡を遮断して、クリミア半島に追い込むことができることだね。これら三つのことからバフムートの攻防戦は独ソ戦におけるスターリングラードの戦いに匹敵するような、戦争の帰すを決定しかねない重要な戦いとなるのではなく、ウクライナ軍兵士が西側諸国から供与された戦車や装甲歩兵戦闘車等の操縦訓練を終えて、反転攻勢のための機甲部隊が編成されるまでの時間稼ぎではないかと見ているみたい。2023年4月1日時点においてバフムートが陥落したとの情報は入っておらず、ウクライナ軍の守備部隊はロシア軍の猛攻に耐えているものとみられ、ここまでの情報分析からバフムートに展開しているロシア側が戦力を使い果たしつつあると言われているが撤退の二文字は見えてこないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。